地上最強の数学者って誰？一人に絞るのは難しいが、業績のようで言えば、多分、オイラー。ウィキペディアに、オイラーにちなんで名付けられた物事の一覧、なんてページがあるぜ。そりゃすごいね。その中から一つだけ選ぶとしたらどれ？ややいかがわしいチョイスだが、数学で最も美しい定理とか言われるのが、オイラーの等式。この i ってのは虚数の？もちろん。e を i π 以上したらマイナス1になるってこと？ああ。iπ 以上って何？というわけで、e の iπ 以上の意味を直感的に理解してみる。まずは、i ってのが何だったか確認しておく。2乗したらマイナス1になる数でしょ。まあそうだが、目に見える形で表したい。まず実数から始めるか。実数 x を、数直線上の原点から右に x だけ伸びる矢印とみなす。マイナスだったら左向きってことだね。さて、数をマイナス1倍すると、向きが180度変わる。では、i 倍するとどうなるか？ 90 度回る。2回 i 倍したらマイナス1倍なんだから。反対向きに90度回ることもできるが、それはマイナス i 倍とする。こうなったら縦向きの数直線も引いちゃって良さそう。こうして数直線が二次元に拡張された。この上で、例えば2たす i といった複素数を考えられる。それを i 倍するとマイナス1たす 2i で、確かに90度回ってる。i については以上。あと e と π だね。π についてはご存知の通りで、e を軽く見ておく。この中だと一番馴染みがないかな。教科書で最初に出てくるのは指数関数を微分するときだな。a を正の定数として、a の x 乗を定義通り微分してみろ。定義通り？こういうこと。ああそうだった、瞬間的な傾きか。a の x たす d 乗は分解できて、a の x 乗をくくり出せるから、a の x 乗かける変なの、だね。もしこれが1だったら、a の x 乗を微分しても a の x 乗のまま、という便利な関数が得られる。まあ悪くなさそう。というわけで、リムの中の式が1になるような a を求めてみろ。a が1箇所にしかないから、簡単だね。この式で d を0に近づけた時の極限が e だぜ。ああ、最初に出てきた時はそんな感じだったっけ。こんな風に、e っていう存在は微分と深く結びついている。e については以上。じゃあ、e の iπ 以上に戻るか。そういえばこれの話だった。で、結局、iπ 以上って何？その部分だけ切り出すな。根元にある e が微分と関係が深いので、微分に持ち込む。どうやって？実数 t に対して e の iπ 以上を返す関数 f を考える。ああ、そしたら fπ が答えか。でも、こんなの微分できるの？ e の 2t 以上は微分できるか？ 2t をそういう名前の変数だと思って微分すると e の 2t 以上のままで、実際は 2t じゃなくて t で微分するから2倍になるね。じゃあ、e の i t 以上を微分すると。i かける e の i t 以上でいい？ いい。というわけでこれは微分すると i 倍になる関数だぜ。i 倍すると90度回るんだったね。さて、時刻 t に ft にいるような運動をしろ。値？時刻0での1は、e の0乗、つまり1。微分ってのはまあ速度だから、最初の速度は i だね。両移動でとりあえず上に行くのか。でも、出発後は1も速度も謎だよ。だが、速度は1の i 倍。つまり現在1を90度回すと速度になることはわかっている。原点を左に見ながら走れってこと？まあそうなる。じゃあ、やってもらおうか。用意スタート。着いた。というわけでこの関数の正体は半径1速度1の円運動で、時刻 π には円を半周してスタート地点の反対側にいる、という式でした。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。